東海道新幹線は台風10号接近に伴って沿線での大雨や強風が予想されており、今後の台風の進路や勢力、その他の気象状況によっては8月27日火曜日から28日水曜日を中心とした一定の期間、全線もしくは一部区間で計画運休や長時間にわたる運転見合わせなどを実施する可能性があります。今後の天候情報と列車の運転状況にご注意いただき、ご予定の変更などご検討いただきますようにお願いいたします。